ナンノです。トマトのくし切りのレッスンをしましょう。技術的なこととかいろいろなことはあるんですけれどもね、トマトって、もう本当に柔らかいですよね。そして皮は若干硬かったりするんですよね。でそれで一番大切なことは、何よりも包丁が切れてるっていうことが大事なことになってきます。で、ね、切り方ばかりをね着目されてるんですけれどもね、やはり自分のね包丁が切れてるか切れてないか、それを確かめていただきたいんですよね。じゃあトマトの串切りをねしていきましょう。やはりね全て共通、ここの先端は少しだけスライスできたらスライスしてみてください。それからね、串切りといってもこれを、何個に串にするのかによってもやり方がちょっと違ってくるんですね。まずは、4つぐらい、もうちっちゃいのであれば 4分の1ぐらいにしますよね。でそういう時はどうするかっていうと、もうこの上 でこのヘタがついたままこんな風にして持ちながら、これ押さえつけないのは共通ですよ。でこんな風にして包丁気をつけてもらって、そして、こんな風になったらこれで4つですよね。でここが気になる方はここをこうやって、落としていく、落としていきましょう。こうやってね、こういう風にして落としていきますね。で、こちらもね、これ大きい串柄ですね。でこんな風にしてまず4分の1にして、あとこれでは大きいなって思ったらここで、こっちの方に向けて、よいしょ、こういう風にするとね、まな板の匂いとかがついたりしやすいんですね、中身の方にね、まな板こういう風に押さえつけるとね。なのでこういう風にして、ここは頑張れますか、ちょっとゆらゆらしてますよ、こんな風にして切り分けていくっていう方法もありますね。こんな風に切り分けますよ。そうすると綺麗な感じで、これもねギューってギューってギューって押さえつけないでスパッてスパッと切りましょう。そうするとこんな風にね、倍になっていくわけですよね。でこれを綺麗に盛り付けてもらうと、本当にね単純に串に切っただけなのに美味しそうな感じ、どうやってみんなを並べるのかなっていう感じですけれども、こんな風にしてドドドドってこんな風にして、あ、綺麗な感じですね。でこんな風にして、そしてもう一回やりましょうね。ここお皿の中、ここが空いたのでもう一回切ってみますよ。じゃあいきますね。今度ははい、キュッとやって、そしてズドン、ズドン、そして次はヘタを取って、そしてね、そしてここは中はまな板の方じゃなく皮の方からストン、よいしょ、ストン、きれいにね